はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では、テーマで使われている画像ファイルの保存先フォルダを開く手順についてご紹介していきます。使っているテーマによっては、デスクトップの背景に複数の画像がスライドショーで切り替わるものがあります。例えば、今設定しているテーマでは、18の画像ファイルがスライドショーで切り替わるようになっていますが、その中で気になる画像があっても、 設定画面から一つ一つの画像を確認することができません。テーマで使われている画像ファイルを確認するにはまず確認したい対象のテーマを一度でもいいのでこのテーマの選択画面で選択しておきます。またテーマを選択した時にテーマの名前も確認しておいてください。次にエクスプローラーを開きます。エクスプローラーを開いたら画面上のアドレスバーに文字を入力していきます。 入力する文字に関しては手入力すると大変なので動画概要欄から文字をコピーしてください。コピーできたらエクスプローラーの画面に戻ってアドレスバーの文字をまずすべて消します。そして Ctrl-V で先ほどコピーした内容を貼り付けます。貼り付けたら Enter キーを押します。そして今開いているのがテーマが保存されたフォルダになります。この中にフォルダがありますが このフォルダ名というのがテーマの名前が付けられています。なので、このファイル一覧から同じテーマのフォルダを選択していくんですが、ただ、ここで表示されるフォルダ名に関しては、頭から8文字目までしか表示されませんので、間違えないように注意してください。この対象のフォルダをダブルクリックして開きます。さらに、この中にデスクトップバックグラウンドフォルダがありますので、こちらを開きます。 これで対象のテーマの中に入っている画像を一覧で確認することができます。また、スライドショーではなく1枚だけを背景として設定するには、対象の画像を右クリックします。そしてメニューにあるデスクトップの背景として設定をクリックします。これで今選択した画像が背景として設定されます。この設定を行ってデスクトップ背景を1枚に固定した後に、 もう一度スライドショーで画像が切り替わるように戻したい場合ですが設定画面を開きますそして左側のメニューから個人用設定をクリックします次に画面右側にある背景をクリックしますそして背景をカスタマイズの項目で現在は画像が選択されていますがクリックしてスライドショーを選択しますこれで元のスライドショーで背景が切り替わるようになります 以上がテーマで使われている画像ファイルの保存先を開く手順となります。この動画を見ていただいて参考になった方は、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。